皆さんこんにちは、徳政浩一です。はい、今日はね、けん玉の方にチャレンジをいたしましたけれども、このけん玉、広島県廿日市市が発祥というふうに言われております。まあ、正式にはね、製造ラインに乗って100年というのが、今の広島県廿日市市の歴史なんですけどもね、このけん玉が今世界中の子供たちに、愛されて、アメリカとかアフリカ、イスラエルだったりとかね、もう世界中で、けん玉をしている子供たちがたくさんいますね。まあ、そういう子供たちを、応援していくのもですね、チャレンジド、チャレンジ特産チャンネルの、仕事かなっていうふうに思っています。はい、今週もね、頑張っていければというふうに思ってますので、皆さんも、今週気をつけて頑張ってください。それでは。